三能権元、三能権元は、比枝山、比枝山の山岳信仰と、神道、天台宗が融合した、神仏集合の神である。天台宗の鎮守神。日吉権限、日吉三能権元とも呼ばれた。三能権元とは、比枝山、比枝山の山岳信仰、神道、天台宗が融合して成立した、延暦寺の鎮守神である。また、 日吉大社の祭神を指すこともある。三能権言は、日叡山の神として、日吉さん、日吉さんとも呼ばれ、日吉大社を総本宮とする、全国の日叡者、日吉社に祀られた。また、日吉さんの音は、日吉大社と延暦寺とが混然としながら、日英さんを、神の山として祀った、信仰の中から生まれた呼び名とされる。日本天台宗の海藻、最長。 伝行大師が日東して、天台教学を学んだ、天台山国清寺では、州の霊王の王子進むが神格化された道教の地主さんをもとひつまくんが、陳樹神として祀られていた。当から帰国した最長は、天台山国清寺に習って、比叡山延暦寺の地主神として、三能権限を祀った。音羽山の司法である牛尾山は古くは、主母、牛尾山と称し、 家の主が神々に発砲を備える山として信仰され、ヒ枝山、ヒ枝山の山岳信仰の発祥となった。また、古事記には、大山国神。またの名を、山松の大主神。この神、金大見国、大見国のヒ枝山に座す。また、葛野の松尾に座す。との記載があり、さらには、三和山を神体とする、大三和神社から、 大名討ちの人の日記玉とされる大物主神が、日枝山、日枝山に誕生された。このようにして開かれた日吉大社は、天台宗の御法神や伽藍神として、神仏集合が最も進んだ神社の一つとされた。延暦寺と日吉大社とは、延暦寺を上位にしながら密接な関係を持ち、平安時代から延暦寺が日吉大社の役職の任命権を持つようになった。天が、 日本全国に広まるとそれに合わせて天台宗の鎮守神である三納権現を祀る三納社も全国各地で建立された天台宗は三納権現の他にも八王子権現なども比叡山に祭り本寺衰弱に基づいて三二21社に本寺仏を定めた江戸時代の初期に大子その神主は神仏集合を認めることができず 唯一神道を行おうと、創業のご神体を燃やすなど、廃物希釈を試みたことがあった。だが、遠略寺が幕府に訴えて裁判となり、日吉大社が負けたため、官主は島流しとなり、当時の社家は断絶させられ、大こそは遠略寺の完全な管理を受けるようになった。この時、遠略寺から祭りと掃除以外のことをするときは、 延暦寺の許可を得なければならないという掟を定められたという。その後、大こそは、経済的にも延暦寺の管理下となった。明治維新の神仏分離、廃仏希釈によって、天台宗の鎮守神である三能権元,元は廃された。日吉大社では、交付されたばかりの神仏分離令が最初に実行されたとされる。慶応四年、1868年、 大見国日吉さん社舎は、比叡山延暦寺から強制的に分離され、日吉大社に強制的に改組された。この時、延暦寺に、社限の鍵の引き渡しを要求するも拒否されたため、日吉社社支塾か茂国、人議館人議事務局兼判事は、新遺体及び雇い入れた、農民10名を率いて社限に、乱入、祀られていた、仏像、仏具、仏器、 教官など124点を焼き捨て、ワニ口など48点を写したくへ持ち帰り、滋賀県百貨辞典、盆昇等の金属部分を大砲や貨幣鋳造のために押収するなどした。これが先例となって、廃物希釈が全国的に行われるようになったという。なお、日吉大社の本歴の話では、廃物希釈は、もて余すものを、お焚き上げ下に過ぎないものだったという。 江戸初期に、すでに廃物希釈が行われた点を見ても、大古祖側は、神仏集合をもともと心よく思っておらず、神仏分離令をきっかけに、すぐ廃物希釈が行われたのは、自然な成り行きだったという。また、最初の廃物の時に、仏像を等を、延暦寺に返せば、円満に解決したはずだが、裁判を起こされたことが、大古祖と延暦寺の間にしこりを残し、 明治期の激しい廃仏につながったのだという。もっとも、当時は、これまでの数形の対象を破壊することはできないと、仏像等を隠した神官や氏子も多く見られたという。現在も残る参能者の多くは、大山食い神を祭神とする神道の日枝神社や、日吉神社等になっている。日枝参まんだらずは、日枝山に祀られる仏や神を混在させながら、 天台宗の教理に従って描かれた曼ラである。その形式から、宮曼ズ、本字仏、曼洲、衰弱神曼ズなどに分類される。空の上から見下ろすように神社の風景を描いたものである。宮曼ズは、社殿を訪れることのできない人々が、自宅でこれを拝むことで、実際の参拝に変えるためのものだったとい。重要文化財として、 県本着色日吉山王宮万だらず、奈良市、大和文化館像や、県本着色日吉山王宮万だらず、東大見市、くだら寺像があるほか、県本着色、山王宝刀万だらず、京都市、大谷大学博物館蔵などがある。山王根源の本来の姿は仏であるとして、社殿の中で普通の仏像の姿で座っている光景を描いたものである。 本寺仏曼だ羅ズとは、対照的に、三能怨念を、心臓の姿で描いたものである。一つの社殿に、比叡山の神々の集う様子が描かれている。重要文化財として、日吉三能衰弱神曼だ羅ズ、大津市、最強地蔵があるほか、憲本着色日吉三能衰弱曼だ羅ズ、三能孔、倉の辻半蔵や、憲本着色日吉三能十全地曼だ羅ズ、 東京都、新予演像がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。